どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのはカメラに記録された絶対に遭遇したくない瞬間。リアルな恐怖体験から廃墟に潜む恐怖まで、今回もたくさんの恐怖を持ってきました。それでは早速本編に進んでいきましょう。最初に紹介するのはドライブレコーダーの映像。映像の舞台はオーストラリア。出かけていたか帰り道か、投稿者はドライブをしており、左に曲がろうと思って左折レーンに入りますが、後ろのベンツからなぜか男性が降りてきてこちらに向かってきました。彼は何か棒状のものを持っており、投稿者はそれに気づいて急いで車を発進しました。男性は諦めて戻っていったんで彼の目的は不明。二人に面識はなく、向かってきた原因に関しても投稿者に心当たりはないようで、車を奪おうとしたそんな意見もありましたが、果たして男性の目的は一体。次に紹介するのは山で起こった恐怖体験。投稿者は狭い林道を走ってるんですが、進行方向に斜面の木が倒れていて、邪魔ではありましたが通ることに支障はなかったんで、そこを避けて進んでいくと、奥の方で木が倒れますが、それがきっかけになったかどんどん木が倒れてきて、ついには車の上に倒れました。実は撮影当時8日間連続で雨が降っており、地面がかなり緩くなっていたようで、皆さんも山に行く際にはお気をつけを。次に紹介するのは予想外の登場がある映像。とある通りの防犯カメラ映像なんですが、道を開けろ、住民たちがそう叫んでいて、いきなり突っ込んできた一匹のゾウさん、結構怒ってるみたいでバイクをすっ飛ばしていました。日本では動物園でしか会えないんで可愛いイメージが強いんですが、これを見てしまうとちょっと怖くなっちゃいますよね。次に紹介するのはまたまたドライブレコーダー。映像の舞台はチリ。投稿者はトラックを運転しており、荷物を運んでいるようで高速道路に合流しようとしていました。危険はないように見えますが、恐怖はゆっくりと近づいていました。
前の車が速度を落としていきますが、距離が近づくと突然男性グループが降りてきてこっちに向かってきました。一行は武装しており、おそらく狙いは積み荷。逃げ場がないんで投稿者はとっさに前進。逃走は成功し、投稿者に怪我はありませんでした。絶対に遭遇したくない、まるで映画みたいな瞬間でした。仕事帰りだったり、健康のためのウォーキングだったり、夜道を歩くことってそこそこあると思いますが、歩いているとたまにカーテンが開きっぱなしの家ってありますよね。特に夏なんか結構ありますが、投稿者もある日そんな家を発見しました。褒められた行為ではありませんが、投稿者が家の中を見るとそこには奇妙な光景が広がっていました。Going for a walk, and I look up and I see my neighbors. What the hell? And I see my neighbors. What the hell? 明かりが点滅している中、住民たちはテーブルを囲み何かをしていました。何らかの儀式をしているように見えますが、この後住民たちが一斉にこっちを向いて、情報は映像以外になく、住民たちが何をしていたのかそれは全く分からず、一体何をしていたか皆さんはどう思いますか？次に紹介するのはベビーモニターが撮った一枚。映像の舞台はモンタナ。投稿者には子供がおり、子供の安全対策でベビーモニターを置いていました。カメラには通知機能があって、何かあると携帯に通知が来るんですが、ある日通知を確認するとそこに恐怖はありました。カメラには子供以外に誰か映っていました。撮影当時部屋には子供しかおらず、人が映るはずなくて、投稿者はすぐに子供の元に行き警察に連絡。駆けつけた警官たちが家を捜索しますが、結局誰かは見つからず、その正体は不明。子供部屋に向かう際、投稿者は誰ともすれ違っておらず、誰かは警官が来るまで隠れていたんじゃ、そんな意見もありましたが、誰かの正体は一体。最後に紹介するのはモーさんが投稿した映像。モーさんはホラー大好き YouTuber。 彼はたくさんの廃墟に行っており、たくさんの恐怖に遭遇していました。廃墟といえば、影が映ったり、誰かの声が聞こえたり、怪現象のイメージが強いんですが、今回の俳句では、人怖な恐怖が待っていました。映像の舞台は、ドミニカ共和国にある、サンドキャッスル。時間帯も相まって、不気味な雰囲気がありますが、案の定、恐怖はすぐにやってきて。I'm hearing some weird cat noises up in this place.I feel like I'm being followed. I hope. Hey, kitty, where are you? All right, cats are kind of a bad sign in the darkness in abandoned places in my culture. It could indicate a djinn, because cats do kind of transform. But right now, I'm going into the resort. This is called the Sandcastle Resort. Whoa, look at this, guys. Kind of got to be careful here.Because there are. What the fuck was that? Oh, what is that? Hello? Oh, what the f? Hey, man, I don't mean any trouble, bro. He's got a machete.
Hey, I don't mean any trouble, man. No, 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 no. Oh, what the f***? I need a rock or something. Yo, I don't mean any trouble, bro. Shh. Yo, there's a guy with a f***ing machete. There's a guy with... Oh my god, there's a guy with a f***ing machete. There's a guy with a f***ing machete and he's coming after me. Oh. Okay, maybe it's just someone messing around. Oh. Yo man, I don't mean you any harm, bro. I'm just making a video. Oh no, please, yo dude, why do you... Bro, bro, I got a rock. Don't f*** with me. I got a rock. Guys, where the f*** am I go? Shit, there's a guy with a f***ing machete coming. Oh my god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 . Guys. Oh, I might have to jump buildings. There's a guy with a f***ing machete coming after me. Oh my god. Oh, okay. Can I be able to jump down through here? There's a guy with a f***ing machete. Where'd he come from? I'm gonna turn off my lights. I'm gonna walk in the darkness. Shit. He's coming up. I gotta keep my lights off. He's coming. Oh man, the only way is down the building. Oh, I see a flashlight. Okay, I gotta stay completely still. Guys, please pray for me. I'm really. I have a stick with a nail. Why is he so mad? I'm not doing anything. This isn't his place. He's looking for me. Dude, chill. What the fuck? Okay, I'm keeping my lights off. Oh, what the f***? Where do I go? Oh, no. I got it. Oh. Dude! Jump in! Oh. Bro, he's coming. この後、二人は遠距離で話し合いますが、事態は収まらず。もう一回最悪の鬼ごっこをした後、投稿者はなんとか車に到着。急いで逃げました。これは全部仕込みで、
持っていた武器もおもちゃ、その可能性はありますが、この映像に限らず廃墟にヤバい人がいることは珍しくありません。なんで皆さんも廃墟に行く際はしっかり安全を確保して、くれぐれもお気をつけよう。ということで、今回もやってきましたおまけのコーナー。今回紹介するのはまさかの結末。どうしてそうなるの？何があったんだ？そんな映像を持ってきたんで、早速見ていきましょう。どれも衝撃的なんですが、特に印象に残ってるのは最後の一本。まさかそうなるとは、自業自得なんですが、あれは予想できませんよね。ということで、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。